よいしょ。あー、キューハンソンです。拍手。うん、もうちょっと喋って、これでよし。どうも、ハンソンクロージです。今日はですね、シュークリームを食べたいと思います。シュークリームを買ってきました。こちら、じゃん、フェイクのマジックっていう、これ大阪にあるお店なんですけど、たまに東京でスポット的に店舗を展開しているお店です。シュークリーム屋さん、今は蒲田にありました。で、次は北千住行って、で、次は双子玉川に行くそうです。4種類です。なんかいい感じにこうね、表面がね、焦がしちゃうんですね、全部ね、焦がし系、ね、僕大好きですから。じゃあ食べましょうね。今日はね、友達の家にいるので、ちょっとソファーがあって最高ですね。銀ちゃんが始まったの。銀ちゃんおいで、銀ちゃん出してあげよう。あ、これがね、銀ちゃんです。見てください。かわいい、銀ちゃんかわいい。あ、あ、りんちゃん、りんちゃん、ほんとかわいいな。りんちゃん、りんちゃんリリース。よし、でマンゴーサンシャインいきましょうか。あ、出ました。うわー、なんかちょっと焦げてますね。焦げ目がついてます。ちょっと半分に割ってみましょう。うわー、美味しそう。うわー、これもうすごい、マンゴーのこのクリームがすごいです、本当に。マンゴーのクリームが、あ、香りもすごいマンゴーです。じゃあ早速食べましょう。いただきます。うまい。マンゴーのジェラート食べてるみたいですね。なんか表面にこう砂糖の粒々みたいなのがついてて、これが結構ねカリカリしてて美味しいです。マンゴーサンシャイン、ごちそうさまでした。美味しかったです。これはね、これ8ハンサムです。おめでとうございます。あ、そう、下はいいじゃん。 あ、これでいいんじゃん。はい、というわけで、カメラマンの腕がもう限界ということで、僕がね、これから一人で、やっていきたいと思いますけども、もう今友達は銀ちゃんと遊んでます。楽しそうですね。銀ちゃんにね、この僕の食べかすをね、こう食べられないように、それだけ気をつけたいと思います。マンゴーサンシャインとっても美味しかった。本当フレッシュなジェラートのマンゴー食べてるみたいで美味しかったです、ね。やっぱりこれもね、表面が焦げてますね。これでシュークリームなんだろうな、最強だよな。まあ、中にいちごのクリームが入ってます。さあ、咲きますね、これ。よいしょ。あー、うわー、うまそう。このいちごのクリームもまた、いただきます。あ、美味しい。これ、これなんだろう、これね、クリームはいちごのこう甘いクリームなんですけど、表面のあの赤いつぶつぶみたいなところが、これもね、結構酸味があって、そこのこう味のバランスがね、いい感じです。金ちゃん、うん、うまい。食べる、いいですか。うん、ちょっと友達にも食べてもらいましょう。銀ちゃんは食べちゃダメだよ。はい、じゃあね、これ、これかじってないから僕。でもじゃあ銀ちゃん触ってるから、フォークで食べる。焦がしといちごって合わなくない？でも美味しい。美味しい。ほら、美味しい。もうちょっと小さい方がいいかな。あ、ザラメだね。あ、ちょっと歯ごたえありすぎかな。シュールだ、まあ、ちょっとついてるのが上のいちごの、うんうん、の違ういちごの味があって、ね、なんか2つ楽しめるのが美味しい。はい、というわけでね、食べていただきましたけど、焦がしと美味しいでしょ。やっぱりね、焦がしがね、美味しいんですよ。え、ね。同意を得られないですけど、でも表面のね、いちごのカリカリとしたのと、中のクリームとね、こう甘さ酸っぱさいろいろあって、味が美味しかったです。あとやっぱ僕はね、ザラメのカリカリがすごい好きなんで、その食感もね、良かったと思います。点数はまあ8ハンサムですね。僕はもうキャラメルと生チョコが大好きなので、この2つのどっちかで8ハンサム超えると思いますんで、あー、キャラメルから食べよう。はい、こちらが焦がしキャラメルシューですね。見た目はかなりシンプルで、ザラメ
だけですね、乗ってるのは。でもこう焦がし感はあります。焦げ目がちょいちょいあって。で中見てみましょう。よいしょ。あ、中ももう普通のシューですね。クリームです、これは。クリームが入ってますね。でバニラビーズもちょいちょい見えるんで、バニラ感のあるクリームなんだと思います。じゃいただきます。こっち食べよう。でもこのさ、ザラメがあるだけで僕もういいからな。100点だからな。うん、うまい。うん、うん、クリームが結構こってりしてます。うん、普通にうまい。はい、ごちそうさまでした。キューハンサです。拍手。あ、美味しかった。これやっぱこれシンプルなやついいですよね。普通のバニラのクリームに、バニラビーンズの入ったクリームにね、あのちょっと焦がした感じと、ザラメがすごい美味しいですね。それだけでいいって感じ。マンゴーもイチゴも美味しかったけど、やっぱこういうシンプルなの結構好きやな。はい、最後は生チョコミルクシューです。僕もそう、だから最後にしてる。チョコがもう絶対美味しいから、これはもう十ハンサムですね。絶対生チョコ美味しいから。うわ、これ見た目からしてうまそうじゃん、これ。うわ、ココアがすごい。ココアはやっぱり森永。よいしょ。あ、クリームもチョコレートのクリームだ。あ、なんか美味しい。すごい、こんな感じです。ちょっと咲き方がちょっと下手くそでした。すごい、でもたっぷりクリーム入ってますね。いただきます。うん、あ、うまい。うん、これ美味しい。クリームも結構ちょっと苦みがあって、それとこう焦がしたあのザラメの苦みも相まり、さらには甘みもあり、非常に美味しいです。なんかうまく喋れなくなってきた。やっぱりね、クリームも甘いだけじゃなくてちょっと苦みがあったりするとね、いいですよ。まとまりが出ますよね。ちょっとこれ食べて。絶対美味しいよ。よし。ね、苦くていいよね。ちょい苦めがいい。うん、あんまり硬くなくてサクサク系じゃないけど。どうですか。僕はもうこれは十ハンサムだと思うんですけど、どうですか。チョコが美味しい。ゆでいいですか。10です。10いいじゃん。やっぱりあのザラメとね、サクサク感があって、シュー生地自体はそこまでこう固めじゃなくて歯ごたえがあるっていう方じゃないけど、そのザラメで歯ごたえがあって、ね、焦がしの香ばしさとチョコクリームの苦みがね、こういい感じに混ざってバランスが非常にいいですね。あとチョコ美味しい。一番美味しいのはチョコシューでした。ということで4つのシュークリーム食べましたね。アメ村にあるそうです。これアメ村にあるって言ってました、お店の人は。ほいで、今は蒲田でやって、次は北千住か二子玉川で、東京でも二子玉に行くそうです。まあ多分ホームページとかに書いてるのかな。いつどこで何やるっていうのは結構分かんないみたいなんですけど、要望があったら行くよみたいなことは言ってましたね。でね、もっと美味し、もっとっていうか、もう一個美味しそうなやつがあって、焦がし卵ソースのブリュレバームっていうのがあって、これも美味しそうだったんで、もし大阪とか、あとお近くで、もしお店見かけたら、そっちまで食べてみるといいと思います。今回食べた中で一番美味しかったのは、チョコソースの、焦がし生チョコシュークリーム、すごい美味しかったです。よかったら皆さんもどうぞ。以上、ハンサムくんでした。バイバイ。はい、OK です。